今も人使うと、あの人って自分の思うようにやってくれないじゃないですか、はい、だから自分でやりたいように一人でできる店って言って、そういう一人の箱がバンバン跳ね上がってるんですって。保険ないですよ、ケーキ屋の居抜きで。これキッチンだったんですよ。キッチンだったんですよ。箱だったんですよ。で、なんか2ヶ月で4人したら、全部エアコンとかもすっげー綺麗です。ゴミしか入ってないんですけど、ゴミはやっと今日来たんですよ、契約しに。ここはもう倉庫があって、みんな来た時麻雀部屋にしようベッドとか置いて。やばい、ジャイス取ってこないと。そこで開催できますと泊まれるっていうか、綺麗ですよね。いろいろ好きやすくしてる。これ作ってくれたんですか。ちょうどこの壁紙もすごい偶然であるんですよ、これ。あの会社にある材料でいいんだから全然いいですよ。手間賃だけでやってくれたんですよ。うち引っ越しますね。あ全部が安いですよ。食い物そこそこ高いですけど、はいはい、本当に1万9800円ですよ。10畳でキッチンついて、部屋はい、10畳でキッチンついて、プロトより別ですからね。群馬くれたりとか、前橋くれたりとか、そうしたら、そう思います。あれ、前橋って漢字書いていいんだけな。どの辺も在来線で行ったら1940円ぐらいで、2時間ぐらいでした。はいはい、で新幹線だったら1時間ぐらいで、はいはい、それもでもここまで来ようと思うと、乗り継ぎとか考えると、あれ前橋じゃない、あの新前橋なんですよ。ああ、だから中途半端な駅だった。あれでも前橋から車で5分ぐらいだった。あれこれ新前橋です。前橋だと15分ぐらいかかる。高崎も20分ぐらいで行けるんで、まあ、駅前の駐車場は1日300円ですからね。素晴らしい。まあ、すごくありがたい。山口でやりますから。どうせやっぱり俺絶対やった方がいい。なんか意味ありますね。食い物って絶対あの、まあ、営業とかそのプロレスもそうなんですけど、今度でいいかってなんですけど、食い物に関しては毎日食うじゃないですか。当たる確率高いですよね。毎日どんなに練習しなくても、まあ、毎日は見に行かないです。行かないです。仕事だったり、はい、仕事だったって別に食いますから、ね、はいはいはい。プロレス行ったらいっぱい来てるわけで、実際そんな中で食い物屋もそれなりにいっぱいあるんですけど、毎日食うから当たる確率高いですよ。集合っすよ。会いたいっすね。休みの日だとハマーほぼ毎日してるっすね。それ超えるくらいの勢いで。そうです、そう、超えるんですか。全然超えてます。すごい、すごいね。まさやなんですけど、ハマっちゃったって変わった人なんですか。なんかちょっとすっごいこっちの人みたいな、もう本当にやってんの、本当にやってんのっつって、これ食ってもうめえうめえっつって、もういいとこ見つけたっつって、俺チャレンジだったんですみたいなこと、知らない店だから、そうですね。入る作業がなかなか重いんで、でも毎日やってたら。気になって絶対来ますよ、はい、と思って、はい、で、パッとこう話は、あ、この間こんなに今日帰れそうだから、はい、ちょっと行ってみよう。あ、いいですよ、全然。あ、どっちが綺麗と言われますか。どっちが、どっちもうまいよ。あ、半分ずつは結構120と150、はいはい、150で私は、はい、じゃあもうこれなんで、はいはい。
ってるから。
それで勝手に出てくるって言ってくれたら俺、間ついてくるから、その兄さんもついてくるから
綺麗ですよ。あ、綺麗です。犬の方が、あ、あの、売るほどあります、ね、こう来る前に待ち合わせしてて、あ、あ、車で来るからって、あ、肉食うと分かってるのに、あ、マックかってきてますか、やばいっすね。それもベロッと、2回目です。いや本当に普通に美味しかったんで、あの、うん、ぜひ群馬に行くときは、はい、前橋ステーキマサヤ、まあ、完全に食レポを無視したね。無視でしたね、あんま喋ってなかったですよね。ガッチリ食いに走っちゃったんで、またあの来週も、ノサロン街藤田の、プロレス界食べ歩き、来週もまた世紀正也になると思います。そんな感じで、ちゃんと店長がマスターが、次はちょっとジャンパーもらいたいですね。あ、そうです、世紀正也の挑戦しましょう。大食いメニュー、大食いメニュー勝手に作って、そんな感じで、帰りますか。帰りましょう。ありがとうございました。